2000か。結構米きついですね。足軽が多いのかも。農兵のみになってるんで、今までちょっと雇いすぎてる足軽、解雇しとこう。こういうとこだね。多分足軽解雇しとけば、かしこまった。お金余裕出てくるんで。この辺、かしこまった。多分そんなに必要じゃないはず。足軽がいらなそうなところ、織田のこの辺とか。うわ、まあいるか。こんなもんでしょう。金銭収入6000、まあ増えてるんで OK でしょう。結局北条領は取れてるけど 取れてるけど全然勝ち目ないな。交渉ができるね。我が野望、何人たりとも止められぬ。天下フグ。今俺米を回収するの忘れてたな。で、ここは講和会場でいい。我らの勝ちよ。よし、通った。勝ち時をあげよ。ありがてえ。これだけ前線の城を取っておけば、この辺準建所建てまくれるんで、それはそれで美味しそうですね。できることは多そうだ。そして勝頼よ、深淵の神聖の炎で焼き尽くしてくれよ。手を貸してやろう。やった、奇跡だ。我がよ領内うに敵が耐え迫ったておな。ります。で、6万 ちょっと待ってくれ。これはね、きついね。これはきついよ。あ、ここで戦えばいいのか。17日、まあここで待機だな。これだったら余裕で勝てるんだけど、お米がないと。お米がないと申しております。これはどうすればいいんだ。ここで待機なんだが、2万ぐらいでいくか。さすがにこの人数はいらないとして、2万3000とかでどうだ。出陣する。で、これだったら8700。いや、大丈夫そうだな。これ何日かかんの？ 29 日、13日。まあまあ、これぐらいは先に出しといてもいいな。許容範囲だな。ゲッチ。え、米は絶対買わないとダメ。取引を行いましょう。待機する。これは絶対突破しよう。勝てんだろ。おっと、待て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 、すまん、講和してくれ。きついぞ、かなりきついぞ。三好通商と協定は結んどこう。お前仲良くしとこう。とりあえずな、同盟じゃなきゃいいから。え、これ、ここなんで負けたし。伊賀上の諦めだぞこれ。だいぶまさか負けると思ってなかった。いや、とりあえず、お家再興、できないか。とりあえずこいつ行かせて。92、95、75。よし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 。城主解放で、まあそれはいいとして。これちょっと隠し持ってもらいつつ、織田講和飲ませたいな。え、でもこの米を狙うのに2万でしょ。2万の米を狙わせてるのは、うちとしてはかなりでかい。38しか米ないのはやばいけどね。今の負けたのが本当につらいな。ご命令を。これはもう一旦ちょっと講和を 講和狙っていくしかない。土下座外交ですね。もしプラスで軍集まるんだったら、それはそれでいいとして。
砕けて交渉。よし、鉄砲船長で許されるっぽいんで、じゃあ船長で許されるか。安いもんだよな。お、許されよ、これで。で、大久保の家に着くと言ってるの。とりあえず大久保着きます。まあまあまあ、うちの犠牲になってくれ大久保。でこれやってさ、これ城主で復活させただけでさ、もともと織田家の土地だから、これ26,000めっちゃ兵糧を狙してくれてると考えれば、すごい美味しい結末ですね。いや、作戦は成功だ。これより表情を鉄砲1万丁をちょっとかすめ取られたのはいただけないけど、まあまあ、それにあまりあるメリットはあったかな。表情を終える。あー、いいね、波状槌、これは取っとこう。で、足軽が結構いるんで、足軽防衛速度からのこの農兵精錬まで、足軽レベル上昇まで取りたいね。じゃないとね、信長に負けることなんてないと思う。足軽レベルがレベル2だからちょっと強いんだね、信長は。で、うちはあの米を貯めないといけないということで、ひたすら待機して内政を強化してっていうところだよな。結構ね、他国からいろいろ教えてもらえてるのはでかい。省略頑張って打ってるんですが、北条家の省略うまくいってないのか。講和したばっかりなのか、両方とも。なるほどね。じゃあこのまま行かせようかな。とりあえず長浜の土地が信長の寄ってめっちゃ削り取られてんのはでかい。いや、本当にでかいな。どう、お米めっちゃ減ってるじゃん。めっちゃ減った。これ長浜残したの正解だったな。で、城と将兵貸してほしい。全然カスカス。いや、ちょっと待って、貸さない方がいいんじゃね。人死ぬよな。見捨てようぜ。聞いてもらえないでしょうか。いいえ。バイバーイ。気づかなかったことにしました。どうせぶつけられて終わりだろ。飽きないよ、始めましょう。で、これはなんだ。加藤清正か。悪くない。買っておきましょう。じゃあ清正にプレゼントしてあげよう。家宝が結構いろいろあるんだけど、もうちょいいっぱい家宝持ってきてほしいな。どうだ、25,000。結論として米8万減らしたのか、この戦で。そしていざ景勝が首を取る。上杉対、これ北条なんだ。これ上杉つきます。上杉は今味方です。いやー、仕事したね。よいしょ。そして北条対安堵、これ不参戦でいこう。そして畑野対織田、これも不参戦。いやー、うざいね。ただこれ5万めちゃめちゃ軍使ってるから、これチャンスだな。後々チャンスだぞ。14,000、まあまあ、これはいいとして、まだ北条にも織田にもうちは布告できないんで、ひたすら待機して国力貯めます。城と将兵貸してほしい。これは貸してあげましょう。お金かな、ちょ、お金足りてないんで。これより表情を始める。実質うちの軍を貸してあげることによって北条の国力を奪ってほしいところ。で、足軽単体式上昇、無兵装攻撃、強い能力あるんだが、自略多少取っとこうか。
こんなもんかな。とりあえず時間を進めて様子を見て、そしていざ勝頼が首を取る。来たか。助太刀いたす。南光坊天海が米を送ってくれましたね。68,000。まあ準権所建てってあるし大丈夫だと思うな。4600、悪くない。進め。38,000と69,000、まあいけんじゃねえの。そして上杉家が勝利。いや、ナイスナイス。皆の力合わせよう。確実に。そして上杉対畠山、これは不参戦かな。ちょっと借りた軍でそこ取りに行くのはいただけないけど、まあまあまあいいか。織田家の米がどう。90,000、結構減ってきたな。50,000出してるのは割とアホなんじゃないか。うちこうなってると北条と軍出して遊ぶのやだな。まあしゃあないけど。頑張りましょう。合わせよう。よいしょ。待機する。待機。で勝ちは揺るがん。よしよしよし。まあこれ川越城取ってうまいこと逆襲できれば80日強行、結構時間かかるね。そして安藤対北条、あ、安藤家勝利。それはすごい。安藤に勝利したよ。このあとじゃあ安藤家そのまま期待させる動きできるかな。7000か。でも帰っちゃったね。ご命令を。まあ上杉に、上杉が多少国力持つことはいいことなんで、これこのまま行きましょう。で結局織田家どうなってくるかっていう話なんだけど、とりあえずこのまま様子見。相手方の準備いいね。本田正純、ここは 60% いける。よし、笠原さんを抜いてみせたぞ。でどこ取るかっていう話なんでね、多分ね21,000、23,000、まあ国技体かな。ちょっと赤くなってるし、これで小田原を、小田原を回るようにこうぐるーってやって軍が寝れないようにしていきたいかなと思います。織田軍23,000、まあ織田放置でいいと思うんだよね。これ逆を言えばこんだけ米減らしたからもう出てこれないだろうということで、これはうち5400で攻めていきたいところが、まあ、きついと。結局人数だけは出るからな。10万出ちゃうもんね。ここ1万7000で行ってもいいけど、ああ普通に1万7000出るのか。出陣する。これでちょっと八王子行ってみるか。こんなもんでいこう。そして保護にするという文が届いたと。これは OK ですね。そして雷神を継ぐ者、大友家の雷神橘道雪、天下にその名が轟く名将ではあったが、弱い70近くにして男子に恵まれなかった。その彼が見込んだ武将がいた。同じ大友家の家臣、橘常雲の嫡男、橘スベトラである。同説は常雲にスベトラを養子にしたいと幾度となく掛け合っていた。あれはいつであったか。
スベトラが我が家にて罪人同士の斬り合いを見ておった。血しぶき舞う激しい斬り合いであった。されどスベトラはいささかも脈を乱すことなく平然としておった。あの幼さでだ。わしは思うた、この者はいずれ豪傑猛将になろうと。上運よ、これは決して我が家のためではない。大友のためを思うて言うておるのだ。わしも弱い70、わしなきあと立花の家途絶えれば、誰がお主と心を合わせ大友を支えるのだ。高橋だけではいかぬ、立花もいなければならぬ。スベトラが立花を継がば、わしがおらずとも立花の兵は皆喜んで大友がために戦うだろう。頼む上運、スベトラを立花に婿入りさせてくれぬか。承知いたしました。同節殿にそこまで言われ断るわけにはまいりませぬ。すまぬ、礼を言う。この恩は忘れぬぞ。いえ、愚息のことどうかよろしくお頼み申しますぞ。立花同節には娘がいた。同節は男子に恵まれないこともあり、彼女を武将として育て上げていた。その娘の名は銀千代といった。銀のあざ名は人の話を慎み深く聞くという意味で、願いを込めてつけられた。そのような話聞く気はございませぬ。まだスベトラと顔を合わせておらぬのにか。噂では存じております。されど私は武士として生き、長徳にまでなりました。今さらこの生き方を変えようとは思いませぬ。このように生きようとおっしゃったのは父上ではございませぬか。育て方を誤ったか。それゆえに私は武士として生きてまいりました。これよりも武の道を極め、いずれは父上のような武士にと思っております。スベトラが武士としての器量、わしより上やもしれぬ。まことにございますか。そのようなこと信じられませぬ。わしが立花を継がせんとしておるのだ。嘘偽りなどではない。よもやわしの目を疑うておるわけではあるまいな。ですが、まず追うてみよ。スベトラが起業を知らば、お主も必ずや得心するであろう。立花スベトラは高橋上雲の嫡男、武芸に優れ4、5歳の頃にはすでに年上にも引けを取らないと言われた。猛犬を叩き伏せた、豪給を引き絞った、罪人を人たちのもとに切り伏せたなど、幼少期も数多くの逸話に彩られている。同節様のもとへでございますか。そうだ、婿に入り立花を継ぐのだ。承知いたしました。されど銀千代殿にございますか。愚か者、いつからお前は襟好みできる身の上になったのだ。これは私が浅はかでございました。同節様は厳しいお方、軽口を叩き御心をあずらわせるでないぞ。承知いたしております。ふう、先日だ、この刀を持て。これは父上のありがたき。父と呼ぶな、もはやわしらは父でも子でもない。お前は立花家の世継ぎとなったのだ。もし立花と高橋が争うようなことがあれば、お前は先駆けとなり、その刀でわしは切るのだ。それは同節様は未練を何よりも嫌う。お前が未練で不覚を取り、親子の縁を切られるようなことがあれば、その刀で腹を切れ。高橋に戻ることまかりならん。母、父上はいつでも本気だ、それは分かっている。されど立花家に婿入りしたスベトラは名を立花宗茂と改める。上雲の血を引き、同節の教えを受けた彼はやがてその豪遊鎮西一と称えられるほどになるのだが、この時はまだ名家で生まれ育った武芸の達者な少年でしかなかった。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。